それでは初めに、講師の先生方をご紹介させていただきます。まず、石毛博道選手。はい、よろしくお願いします。お願いします。続いて市川勝正選手。キャッチャー担当します。市川です。よろしくお願いします。お願いします。続いて畑真嗣選手。外野手担当します。畑です。よろしくお願いします。ピッチャー担当します。そうです。よろしくお願いします。続いて前田幸永選手。ピッチャー担当です。よろしくお願いします。石毛でございます。今日はみんな集まってくれてありがとう。みんながいるから今日我々はここに来れました。まあ我々はある面では、まあ、運が良かったというか努力が報われたっていうか、プロ野球の世界に入りました。みんな長いこと野球やってきてます。今日は我々が長いこと野球やってきて、なおかつ高いレベルで野球やってきて、また高いレベルで野球やってる仲間たち、そして高いレベルの指導者の方々に指導を受けてきた、そういった経験、知をもとに、こうやったらいいんじゃねえかな、こうやったらうまくなんじゃねえかな、そんなことを皆さんに伝えて帰りたいと思います。充実した、野球教師にしたいと思ってます。よろしくお願いします。大東建託の泉と言いますね。大東建託では、夢とかね、情熱、こういったあふれるね、若いアスリートの方を応援してます。そういった状況からですね、いろんなスポーツに携わっている、まあ、そういった若い方々で構成されているチーム大東というものをね、組織してます。ちょっとそこにも書いてますけどね、そのチーム大東では、まあ、いろんなですね、活動しております。例えばこの今日の野球教室以外でもサッカーとかね、テニスとか、まあ、ラグビーとかね、いろんなものにまず触れ合っていただいてね、その楽しさを知ってもらうとか、まあ、そういった活動をしております。でそこにはまだ若い本当にアスリートの、ね、目が出る出ないってそういう方もいらっしゃいます。まあ、一度ネットでですね、チーム大東って検索していただければ、52名の方がいらっしゃるんですけどね、そういった情報が見て取れるかなというふうに思います。今日はね、本当にプロ野球の OB の、ね、方の、まあ、その技術だけじゃなくてね、心構えとかね、情熱っていうことも皆さん方が、ね、感じ取っていただければなというふうに思います。今日一日よろしくお願いします。以上です。一番失点に絡むのが送球ミスです。経験あると思うんだ。ピッチャー投げました、打ちました、ショートゴロ取って投げました、暴投です。でいきなりノーアウト二塁なんだわな。ってことはキャッチボールが大事、投げるってことが大事で、投げるってことに対して説明していきます。トップの定義もまちまちです。こんな感じですね。この時には左右対称で投げればいけない。またある人はトップの定義はここで言うかもわからない。だけど僕はこれをトップとします。この時に俺の感覚で言うと、肩よりも肘は上がらない、肘よりも手首も上がらない。これが上がってしまうと上体で投げてるイメージ強いよね。コントロールで一番気がつくのが、知ってるかな、ダーツ、的がある、矢を持ってこう投げる。 OK、 俺はこう投げるとしている。だいたいダーツやる人ってこうなってこうなるんだな。何を言いたいかというと、顔の力が出た方がコントロールがつきやすいですよって話じゃ。レポートを書いて失敗する、ギサギサとってゴミ箱に入れるっていう、こうは入れないんだな。それが人間の本能なんだな。で投げた後、これ大事、投げた後必ず親指は自分を向け、そうすると腕が伸びる。少しでも親指が上を向くと手首が曲がる、肘が曲がる。でもう一つ、グラブ、ボールを取る大事な道具ではあるけど投げるときは必要ないんで、でこの胸は投げる、あ、グラブは必ずフィニッシュで胸に。俺人間だから普通左に心臓あるんだけど、心臓をちゃんとカバーする、網羅する意味で
うん、そうするとこういった肩の煽りが下げることによって上体が前に行ってしまう、ぶれてしまう、じゃなしに胸を網羅することによってコンパクトなスローイングになるわけだ。ラップの芯ですが、先にテープを作った。その正しいトップを作るためにこういう動作をしてほしい。構えた位置から上げる、上げながらステップ、上げながらステップで、このグリーンのテープが顔から離れないように、消えないように、こんなイメージ。ここあんまりこう、田中将大もトップで少しこういうふうに曲がる、曲がるけどこうなってけど、ここから今度あれはたたけるからいい。たたけるというのはこういうふうに使えるからいい、うん、悪い使い方するとこのままいってしまうとこういうふうにずれていくわけね、うん、案外とそれをちゃんとどっかで見てこうなってるからこうしましょうという人が案外多い。イメージ的にはバレーボールのアタック、あるいはテニスのサーブを打つような感覚でやった方が腕はきれいに振れる、ストレスも残らなくなる、したがって野球指示、野球肩ならなく済む。 OK かな。はい、俺が今までで野球やってきて肩肘を壊さなかったという大きなドリルがあります。理屈抜けてやってた作業、この高いところにいつも投げてました。ここで言いたいのは、高いところ投げることによって肘がそこに向かってきます。高いところ投げるイメージ、こんなイメージ出てこないよね。まあ一人でやる練習、必ず2回にホール、ワンバウンドでホールが何しようが、必ず腕の軌道が正しければワンバウンドでも相手のところに行くはずなんです。これがちょっとでもずれるってくるとこっち行くわけですね。これ僕らあの言葉で伝えるときはドヤ投げって言います。こんなイメージです。知らねえだろうな、昔サタデーナイトフィーバーなんてあったんだけど、ジョン・トラボルタ知らねえな。やってナイトフィーバー、ナイトフィーバーですよ。これね、軽いボールを投げることによってのフォームの矯正できる。角いくぞ、こういったピンポン球だけど、いい投げ方するとこのボールがこういくわけだ。わかるかな。綺麗にトップができて腕が振れればボールはスーッと行きたいように。これもこういったボールを使い、道具を使いながら、俺はできてるのかできてないの、そのチェックを自分で分かる。なんや俺できてんのによ、じゃできてねえだろ、できてますよ、やれしたらできてない、その辺は素直になって、できないことは認めて、よっしゃ頑張ろうという、そういう素直さが必要なのかも分かりません。分かりました。はい、はい、ちょっとたどった。縫い目のことをシームって言います。でそのシーム、ボールが1回転する間に、ボールが1回転する間に縫い目が何個、1回転する間に何個かかるか。ですから例えばこう持つと1回転する間に4つかかります。ですから当然こういう握り方っていうのはフォーシーム、まっすぐに近い方、はい、で例えばこれがこう持つとする、こう持つとする、もしくはこう持つとする、こう持つ、これがツーシームです。でそうすると横に曲がったりしやすい。フォーシームの方がボールの回転が多くなってくるので、空気に対しての抵抗が大きくなるので、ボールが下に落ちる力よりも上に上がる力が大きくなる。ということはボールの速さが出てくる。ですから速いボールを投げるにはフォーシームの方がやっぱり、速くなります。ツーシームの方が若干ボールが変化したということになります。手のひらの動き、手のひらの向き、手のひらの向き、これを覚えてほしいんですけど、ボール持って上がっていったときに必ずこのときには手のひらが、絶対にやってほしくないのは
もうこの時点で投げる方向を向く、はい、この時点で投げる方向を向いてほしくない。キャッチャーが取ってから手が離れるまで一番早く投げダメだな。通り殺せないな。そして、ま、そこからまだ一番速い投げじゃダメなんだよ。ピャーンと勢いよく投げてセカンドのとこピャーンといいボールが行かなきゃダメなんだよ。一番大変やキャッチャーが取る、フットワーク投げる。いいですか、右足を前、左足の前、ここ、この三角形のこの頂点でもいい。とにかくワンステップ左足も投げる方向、これを注意して。今度は君からいいかな、構えて、右手は、右手の位置はいいですか、普段のキャッチングのここか、もしくはここでもいい。ミットの後ろにここ軽く握って、ここかここどっちでもいいな。大体ここ多いな。ああ、いい、いいよ、いいよ。はい、もう一回、はい、構えて、 OK、 はい、おキャノン、 OK、 100点、チョベリグル。これからノックに入ります。守備練習しますって時に、こういうのも、まあ群馬寒いかもわからない冬場とか、そういった時にファンダメンタルとしてウォーミングアップの代わりにこれをやっていくと、筋力にゴロを取るためのこうを使うんですよねって記憶させていくから。4、3のダブルプレーの練習じゃん。そう、危ないですよ。はい、見てくれよ。一緒、上げて取って、胸に入れて、トントン。今やってきたイメージがここに出てくるわけだ。見てくれよ、はい、トン。そこに今度は声を立てるよ。右足、胸。俺はしてないよね、してないよね。ショートスローだから、5メートルも6メートルしかないんだから、大きな振りかぶってもいらないよね。だけどこの中にはボールを取るという、右足を出してそこに行って、手を胸から前に出して取って、ケツの下で取るような感じで拾い上げて胸に入れて、このまま維持をしながら投げる方にステップを踏んで投げるわけだ。まっすぐで、ここは何でもショートコースだから大きなものいらないよな、うん、俺の右足の入りと手の出し方、はい、胸、よっ、お願いします。まっすぐ、まっすぐ出てけ、まっすぐ出てけ、えい、はい、歩いて、はい、左、右、左で、この歩いてる時にボールを取ったら、先行った、このトップの位置っていうのは少ないだろうよ。歩いててボールが来てる、ここで腕があった状態だと投げられへんからね。この腕の投げる方向に腕を出すために体をねじる。そうそうそう、それで、で力がここに集まってる感じ。それで、セカンドランナー殺してやるっていうぐらいのつもりでステップしてみよう。 OK、 よし、行くよ、これじゃ、はい、取りました。そう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 。で、ねじって腕を振る。で、ねじった時に左肩、左肘を崩さない。うん、そうすると力は目標に集まりやすい。だから自分が投げるイメージと腕が振ってくるイメージ、で、このイメージをここに腕を振るために体をねじる。バッティング2つあります。1つはタイミング、一つは正確に強く打つフォームが必要です。タイミング、なかなか人が人に教えられねえ。おい、ハタ、遅いよ、もっと早めだと今打てって、ってなかなか打たんねえよな。でもタイミング、ピッチャーが振りかぶって足が上げる。って時にバッターもどっかしら動かせ。やっちゃいけないのは、止まっている正から動はダメ。必ず動から、どう動きの中で、うん、一番いいのは膝でシンクロさせながらタイミング取るのがいい。耐震構造の高層ビルだな。下は揺れるけど上あんまり動きませんよって感じだ。目をつぶってジャンプをする。何気なく開く。これが俺の今自然なスタンスだ、ね、自分の骨格、筋力、
股関節の硬さ、柔らかさ、それに合わせた自然なスタンス。雨が降って傘を差す、右手に差せば長時間歩いても濡れなくて疲れない位置。だいたい右手で持ってもこれに来るな。そしてスタンスが決まった、グリップが決まった、そして気持ち、前傾姿勢を。最近多いのが背筋を伸ばしましょうと。一郎さんがそうだったな。背筋を伸ばすと案外とグリップはこっちの方に逃げていく。肘が、世界のホームラン王868と王さんはこういうイメージです。長嶋茂雄さんこういうイメージです。肘が体の外に出ることはないんです。背筋を伸ばしてしまうと案外と肘が出てくる。いいんだよこれ、勝手なアドレス。タイミング取ってここに来れば文句はない。釘を、頭を潰さずに垂直に当てるわけだ。これ正確に打てる。パワーが足りないな。強く力強く打つためにはこの振幅をだん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 大きくしていく。視点を外さずに。マックスここや。もっと大きくできる。これを外せばもっと大きくできる。だけど確率が悪くなるな。俺のフォーム見てくれな。フォーム、イメージ的によ。イメージ的に、はい。トップ、トップ、打ちに行きますよって俺はって、はい。トップじゃないよ、トップじゃないよ、残せじゃないよ、曲げろじゃないよ、行くぜ。ピッチャー投げるかって、こうやって前に行くでしょ。大谷翔平でも、うん、同じようにバットで引っ張ったく、引っ張ったくという感じです。お、全体的な雰囲気は OK だ、 OK だ、うん、いいよ、そのままでいい、うん、はい、次、1、2の、2ので捉える、ここを見ながら振ってくれる？俺のここを見ながら、はい、当たんなくていいから、はい、OK、OK、その感じで打ってみよう、はい、はい、ラスト行こう、はい、その感じで、はい、おお、少々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 、そのイメージで行こう、はい、ラスト、おお、少々、少々、おいで、膝、腰、肩が平行に回ってます、グッドです、ラスト、おお、そうです、そうです、OK、OK、OK、はい、それでは、今日の練習会の全体を通して最後に石川様からご好評いただきます。お願いします。まずはね、いいですか、今日ね、皆さんとお会いできて本当にね、楽しかった。それはね、石川さんも言ったけど、チーム大東、君たちね、上手くなってよ。俺ら教えたんだよ、下手になったんて言ったら悲しいからね。いいですか、上手くなる、上手くなるとね、野球がもっと楽しくなる。いい、本当だよ。だからね、今日言われたことね、ちゃんとノートに書いといてね、うまくなってください、ね、それでね、この中からね、分からへんで総理大臣出てくるかもしれない。いや、分からへん、分からへん。だから人間性大事、野球を通して立派な人間になってくださいよ。分かった？はい、はい、今日はね、非常に短い時間だったですけど、僕らもずっと楽しかったです。君たちの夢にね、夢に向かって頑張ってください。はい、今日はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。顔映るようにしろよ、顔映るように。カメラの見るのが、カメラが見えるように。上から、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 上から撮った方がいい。前向け、せーの、イエーイ。レイさん、レイさん、もっと早くぜ。せーの、イエーイ。はい、終わり。まだまだ、まだ、こっちは。レイザー、レイザー、出せよ。いいか、せーの。